ハイジャイアンやっとったよ、この前まずは。確かにな。出たい人結構いますからね。そんな言い方あれだけど。あとあれは、そっちのあのあれは。あ、時計ですか。時計片付けないか。大変やったな、あんだけの人数。そうですね。ちょっとツッコミが弱ない、なんかツッコミ弱いもあったけど、ツッコミ弱いとお前らまた車で行くからいやいや、お前のこと許してんから。たまにスイッチ入るから体の張る感じは欲しかったよ。そういうわけじゃないんで。いやでもなんかビッグエルがおって、ビッグエルがなんかこうやって肌上がるんじゃないしたんやさっきほんでそこでなんかエマちゃんは何もやってへんからカメラやし、俺はだって MC やから、エマちゃんなんかポツンと座ったから、まあそれで役割やけど、プランニングで。なんかエマちゃんも別にあそこでなんか体って向かったんちゃう。セクシーはあかんから。エマちゃんなら、エマちゃんエマちゃんなりにエロいのなしでの体張るっていうのなんかないと。例えばその時計見してくださいってくらいやったんやな、さっき。はい。あの時も、まあ、取り上げるじゃないかな、エマちゃんは。ちょっとなんか投げ送りする。そういうの欲しかったよな。なんかやるわったんちゃう。パッてやるの。こうやってなんかどうですかっていうのにパッと取り上げて、パッと取り上げて、うわっみたいな。なんかそのリアクションできるし、まあまあ、こんなもんみたいな。なんかちょっと尺伸びて。そう。可愛く映りすぎちゃう。このなんかそのブランディング系はちゃんとつけてみて、例えば実際に。それはあの子らも感想下手やん。それをエマちゃんとか言ったら感想うまいんだから、遠慮せんと。まあ、取り上げつけるとかでもちょっと、あれになりますね。今可愛いだけで、今から行っていかないよ。今から行っていけるんやったら、みんなどこのやつは全員汚るぞ。地球が終わるその日まで。めっちゃキラキラしてるな。見てへんやん。じゃあ見てへんやん。そういうなんかな、なんかないとさ。ハギちゃんだ結構。ハギちゃんはやってた、ハギちゃんってやっとったよ。まあ、ちょっと盛り上がる感はあるんですね。うん、その同じじゃないですか、ポジションでやったらちょっと。よかったな、今日のエマちゃんはちょっと体張ってほしかったな。こんなロケでスタジオここまで借りてワンチャンぐらいな。ワンチャンっす。だからエマちゃんそこまでやるんやん。欲しなかった。もうちょっと俺が誰か樋口君改造していただいて樋口朝が帰ってそうです。ありがとうございます。ビーチ風樋口課長や課長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 課ジャンポケさんの時は体張って、なんでランファイクが張れんのコミ売らなあかんな、大切やな、この人マーキングしとかなあかんなっていうのが俺が一致としたジャンポケさんなんぼ8 リアルなピクルスだ、それはそれはコミなあかん。それは僕もプロやから。テレビでここで爪痕残さなあかんっていう意気込みで毎回やってもらわないと。そこじゃない、それじゃない、近いですね。それはやってほしい。結構出たい人結構いますからね。こんな言い方してあれだけど、ここで毎回一回一回もう勝負戦場みたいな、ここで爪痕残すぐらいの勢いで、まあもう山盛りともあれだし片付ける。そうそう、そしたらもう見てプールのことは何とかやってんじゃん。はい、あれ水抜かなかった。水抜かないです。取れるかあれ。いや、取れないですね。ごめんあの人はちょっと。いや、癖ないぞ、抜く癖ないぞ。口で全部飲んで今の水は全部いってたのか。まあ、他の人間みたいに早く見たらスッて全部違う。できる？それいや、そのぐらいやる。見しゃってかなと思う。そうですね、うん、見しゃってかな、課長は一回。はい、わかりました。はい、せっかくなんで。ちょっと、接種しちゃって。ちょっと、次の本物の大学の中。はい、頑張ります。あとあれは、そっちのあれは、あ、時計ですか。時計片付けないか、ワンちゃん。そうです。あと、あれ、さっきのカメラだろ。私服やんか。
ません、なんか異変の言い方したらすみません。それは体張らなくていいです。これはイボイボしてる場合って何もうまいよさすがと思いました。僕すぐ飛び込みましたね。体は張りました。うん、完璧だよ。はい、まあ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 、気をつけて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 、もう一回行こう。いやちょっとね、大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫です。怖いね。怖いです。送ってるんで怖くなって大丈夫ですよ。いや、まあ、散々言われたんで、まあ、まあ、そうね、まあ、いや、でもその、やっぱ偉いですよね。まあ、偉いおっしゃるだなっていう、ほんまにさすがだなっていう。どこの事務所？ゼロイチ。ゼロイチファミリアです。ゼロイチファミリア、さすがだなっていう。ゼロイチファミリアの伊藤恵馬です。あー、やっぱさすがだこういう体の張り方できちゃうんだなっていう。僕できないです。僕らはできないですから。体で説教されたからって、こんな何万もするような時計つけたら飛び込むのは僕にはできないです。僕にはできないですから。すぐちゃん、行きましたね。行きましたね。もうドボンと行ったろうと思って思ってたよ。いや、もう片付けでプール来たんで。まあ、そう、勢いでもう帰りやし、ね、これ、うんうん、いいや。おい、落ち着こう、落ち着こう。ちょいちょい、美味しいもん食べに行く。はい、落ち着こう。キャビアが頼む。キャビアです。キャビアです。もういくらでも頼んでください。はい、今日のところでいつもね、ともね。はい。もう大丈夫です。もうあの機械で僕ら片付け僕らやってます。あ、全然手伝います。はい、もう手伝うんです。もうこれ壊されちゃうとあれなんで。もう十分。体あってるのも分かりました。それももう全然ゼロイチ。水抜きとか。いやいや、水抜きとかもそんなされたら怖いです。逆に怖いんで想像できない水抜きになって。いや、あの課長の長のつめとか。いいです。ゆっくりしてください。すいません。乾かしてもらって。乾かしてもらって、もうゆっくりしてください。いいですか？3ですから。みんな、俺ら向こうでちょっと男や。そうですね。このまま帰ります。いや、僕の帰り、僕の車で。あ、そうだ。15時間になって。全然面白くないです。体張った。下着のラインとかエロいですから。いろいろエロいんで。着替えてください。はい。僕らはこっちでやってください。大丈夫です。